今から1000年前、汚職や不正がはびこる困窮の世の中、そこには世間から弾き出された男たちがいた。彼らはそれぞれの戦いを経て自然の要塞梁山泊に集結する。吉日の今日、天に誓おう。この地に集結せし我ら同志一同、梁山泊の精神を必ずや国中に広げん。やがて108人の英傑たちが集い、悪徳管理を打倒し国を救うことを目指すようになる。構想10年、制作費55億円、三国志と並ぶ歴史スペクタクルの至宝、あの水滸伝が最高のクオリティで完全映像化。約束の地に集結した男たちの熱き戦い、そして彼らを愛する美しい女たちとの愛の物語。番組では空前のスケールで制作されたドラマ「水滸伝」の魅力を徹底分析。なぜこの物語が時代を超えて世界中で愛されてきたのか、そこに描かれていた現代にこそ必要な水滸伝スピリットをひも解く。兄弟、徹底分析水滸伝の魅力。水滸伝は13世紀から15世紀頃にかけて中国で生まれた長編アドベンチャー小説。中国では三国志をも圧倒的にしのぐ人気を誇り、日本でも江戸時代に伝承されて以来、小説や漫画、ゲームやテレビドラマなどさまざまな形で愛され続けている。また水滸伝から生まれた言葉やキャラクターなどは数えきれないほど。そのいくつかをご紹介しよう。日本での第一次水滸伝ブームは江戸時代。さまざまな翻訳本が世間に出回り、浮世絵の巨匠歌川国芳は水滸伝の個性豊かな108人の肖像を生き生きと描いて人気を集めた。また江戸時代後期に刊行された里見八犬伝は水滸伝を日本風にアレンジして書かれた物語。そして近年、全19巻からなる大長編北方謙三の水滸伝や横山ミステルの漫画版で第二次水滸伝ブームが巻き起こった。またノーベル賞作家によってオールメン・アー・ブラザーズとして英語訳され、世界中でも親しまれている。水滸伝から生まれた言葉も数多く、代表的なのは優れた人物たちが集まる場所という意味で使われる梁山泊。これは水滸伝の主人公たちが集結する拠点のこと。また悪事が常に行われている場所の意味で使われる福間伝という言葉も水滸伝が語源。このように水滸伝は様々な分野に影響を与えている。そのわけは、一度読んだら忘れられないインパクトの強い物語と、人間味あふれる登場人物たちが人々の心をつかみ、何度も読み返され愛され続けてきたからだ。水滸伝の物語のスケールは果てしなく巨大。中国全土を舞台に何千何万の兵を使った戦いが限りなく続く。馬、戦車、船の数も膨大。そのため本格的に映像化されることは少なかった。今回の水滸伝完全映像化は、スケールの大きい水滸伝の魅力を完全網羅すべく、10年にも及ぶ構想期間を経て55億円という莫大な予算をつぎ込み制作された。そして中国山東省に本物の梁山泊が出現。東京ドーム 6.5 個分もの広大な撮影地は、なんとこのドラマのために築かれた。
撮影用に15艘もの軍用船を建造。延べ3万人を使い、大ヒット映画レッドクリフの規模を超えたと言われる。まさにアジアドラマ史上最大のスケールで実現した大作となった。其实在整个周期来讲，拍《水浒》来讲，其实，整个在周期上，在整个制作上是，都希望每天都能很顺利、很安全的把事情做完，这是我每天的心愿，就这样的。各路义士相聚于梁山，为的就是除暴安良，替天行道。对，除暴安良，替天行道。水浒伝は、さまざまな事情で世間から弾き出された108人の英傑たちが腐敗した政治と戦い。国を救うため梁山泊と呼ばれる要塞に集結する物語。宋江、我要将你碎尸万段。彼らの敵は私利私欲にまみれた悪の絶対権力者。当勤梁山贼寇势在必行，即日启程前往梁山擒寇。そして悪に牛耳られた政府の巨大な軍隊だ。鸣金哨兵，殿下杀我们更多兄弟。そんな誰が見ても不可能に思える戦いに挑むのは熱き志を持った男たち。仲間をかばい、別れの悲しみを乗り越え、世のために人のために命を捧げる彼らは何も特別でない私たちと同じ人間。水滸伝の魅力的な登場人物たちを紹介しよう。兄弟を重んじる忠義の師宋江。区区小可宋江何德何能怎敢在这里发号施令，大师德高望重，定能统领三山。公明大哥若是不答应，洒家绝不起来。对，仲間内の信頼が厚く、後に梁山泊の総統領となる彼らが悪妻に手を焼き、とんでもない事態になってしまった過去を持つ。他既然无心恋我，我也没必要为他而生嫌弃。妻の不倫を知り、家を出ることに決めた宋江だが、大事な書類を置き忘れてきたことに気づく。だが、時すでに遅し。梁山、晁盖。燕西郊。你就成了私通梁山。贼寇的侵犯，那可是下刀山株连九族的事。妻に脅され動揺した宋江は誤って妻を殺害、追われる身となり図らずも梁山泊へと迎えられる。武芸実力ナンバーワン楊氏。武芸に突出した実力を持つ楊氏だが、彼はちょっとついていない男。金に困り無銭飲食する羽目になったのだが、その店の門番がめっぽう強いやつだったりする。また不運かと思いきや、それが梁山泊入りのきっかけとなった。酒好きで心優しい露地心。怎么回事？你那个阁里总有人支持我的提供。酒の席で隣で泣く女がうるさいと呼び出すと、彼女の話に同情。彼女の家財を取り上げた悪人を軽く懲らしめるつもりで市場に行くが、力が入りすぎて。这厮也真不耐打。結局逃亡のため寺に出家、運命に導かれ多くの仲間がいる梁山泊へ。
また男勝りの戦う女将軍小三条など、主人公たちは親近感あふれる人たち。而且他是一个就是有很多城府的人，他是有很多城府，这点可能我们当时说哦，可能我还比较小，所以当时就是说扈三娘她是一个沉默的人，史上也称她为冷美人。水滸伝のキャラで最も人気の高いのは林冲。林冲早晚要杀到京师，把高俅你们这一家碎尸万段，方解我心头之恨。愛妻家ゆえに復讐の鬼となった彼のエピソードを少し紹介しよう。東京という町で政府軍の武術師範として尊敬を集めている林冲は誰もが認める愛妻家。しかしある日彼の妻が男に襲われる。間一髪で止めに入った林冲だが、妻を襲った男は朝廷で権力を我が物とする男高級の息子と知り、不本意ながら手を引く。しかし後日またしても高級の息子が妻を襲い、ついに堪忍袋の尾が切れてしまう。相公、娘子、妻を襲った男は父親に助けを求め、林冲は罠にかけられてしまう。拿下！那天娘子来上。流刑となった林冲は妻と別れの挨拶もできずに旅立つ。去看那勾栏里的杂耍。这位师父身手非凡，使得好器械。这位英雄，何不进来与洒家切磋切磋？旅の途中、武術を披露していたロチシンと知り合い、手合わせをする。師父、再使些力气。中邪了。总比你出汗强。林冲は義兄弟の契りを交わしたロチシンに都に残してきた妻を守るよう頼む。林冲、赐配沧州、请帮忙照顾家小。初次相见就将如此大事交予俺。ロチシンも快く引き受けるのだが、後日妻の悲惨な結末を聞き、復讐の鬼となる。会真的很累，因为首先第一个，林冲是一个非常尊重女性的一个男性，他在那个年代，绝对是异类，因为那个年代大家不是特别尊重女人啊，是，甚至在那个北宋年间，有那种可以两个人把老婆休了或者甚至杀了都可以去闯荡江湖，那个都是这样子的，很混乱，但是他是不一样，他特别尊重女性。登場人物たちが身近に感じられる。それが同じく中国歴史小説の「三国志」と一線を画すところ。真面目で固い印象の三国志の武将たちと比べて、町の酒場でつかみ合い大喧嘩をした挙句、なぜか意気投合する水滸伝の男たちはガキ大将の集まりのようにやんちゃ。この短さが水滸伝人気を支えているといえる。世の中からつまはじきにされたガキ大将たちが梁山泊という秘密基地に集結して、巨大な悪に戦いを挑む。この設定は何とも痛快だ。哥哥、法令啊！我等杀下大名府，把他夷为平地，叫那些狗贪官不敢小觑我梁山好汉。对。看当今天下，州府县衙哪个敢跳出来，就当头给他杀威棒。哎呀，哥哥，俺这两把板斧可是多日不曾发誓了。
敵を倒すシーンでは毎回胸のすく思いで主人公たちと一緒にガッツポーズを取ってしまうこと必至。誰もが主人公たちを応援してしまうこの設定こそ、水滸伝が時代を超えて愛されるマジックなのかもしれない。美女たちの存在を外すことはできない。彼女たちは英傑たちの運命を狂わし、つまり国をも狂わしてしまう。優しき武術の達人武将を狂わした美女の話を少しご紹介しよう。酒を飲むほど強くなる水拳の使い手武将は人食いドラを退治し、その手柄を持って町へ凱旋、歓迎を受ける。うわある日、町で行方知れずだった兄ブダイと遭遇、彼の家へ招かれる。心優しい兄は絶世の美女ハンキンレンと共に質素に暮らしていた。しかしハンキンレンは稼ぎの少ないブダイに愛想を尽かし、弟武将を誘惑する。嫂嫂知道我不是你嫂嫂。嫂嫂嫂嫂，你不要再这般不知廉耻。我武松是个顶天立地的男子汉，不是你这般败坏风俗、没有人伦的猪狗。官人，武将に振られた韓金蓮はすぐに他の金持ち男に乗り換え、私欲をむさぼる。知道。そしてついにはそれを知り逆上した兄ブダイを殺害してしまう。ブダイの葬儀の晩、全てを知った武将が取った行動は、尽在我这个当弟弟的身上。还我哥哥的命来！この結果、武将はお尋ね者となり、梁山泊へ向かう。应该说在中国，在老百姓心中，武松是一个一代一代这样传承下来一个民族英雄。说到武松这两个字，应该是没有人不知道的。所以我演的这么一演的是一个这样的一个人物，之所以他传播度太广，知道人太多，所以在表演上会有一定的局限。所以这才让我在之前我跟你们讲的，就是在拍摄之间会有这么大的压力，也是因为他知道人太多太多了。そしてスタジオで水拳も披露してくれた。世を立て直すという熱い思いで戦う男たち、一人一人に人間味あふれるさまざまなドラマがある。戦いに明け暮れるだけの話ではないところが水滸伝の魅力なのだ。诸位英雄来吃酒。庶民を苦しめる山賊を打ち倒し、その部隊の首領となったロチシンに宗公は梁山泊に来るよう誘う。鲁地下不如一起上山来，我们并肩干一番大事业。宋公明哥哥为人倒是忠义，可是你们水泊梁山林子大了，什么鸟都有。しかし一匹狼の容姿は梁山泊入りに反対する。普
水滸伝の主人公たちをまとめるのは一筋縄ではいかない。皆強烈な個性の持ち主であり、背負っている人生もまちまち。しかし梁山泊に集まった彼らには同じ目標がある。それは一人ではどうにもならなかった巨大な悪にみんなで力を合わせて戦いを挑むということ。この同じ志を持つ者たちが徐々に結束していく姿はどんな時代でも庶民の私たちに勇気と希望を与えてくれる。そして何といっても水滸伝の魅力は迫力の戦闘シーンとアクション。まずはアクション。水滸伝の主人公たちは得意の武芸や武器が一人ずつ違う。よって戦い方は多種多様。一人一人の動きから目が離せない。はい、ロチシンは大きな杖で次々と敵をなぎ倒す。因为我的身材比较特殊一点，一般很难找到这个替身可以来替我完成一些危险的动作。所以基本上大家现在在片子里面看到的整个水浒传当中鲁智深的这个桥段的这些戏份，都是我自己完成的。そして戦闘シーン。何千人ものエキストラを使い撮影された迫力の戦闘シーンはもちろん、戦いに長けた男たちが108人も集まって編み出した戦術も大胆かつ巧妙で目が離せない。レッドクリフで諸葛孔明が生んだ弓矢を集める作戦のような、なるほどと納得する奇抜な作戦が目白押しに描かれている。我希望大家会喜欢水浒传，也希望水浒传能够给大家一个新的对事物的看法跟古装戏的看法。谢谢你们。時代を超えて愛される水滸伝。世間から爪弾きにされた108人の男たち。さまざまな人生を歩いてきた彼らがたどり着いた約束の地、梁山泊。枠に収まらない男たちがこの地で見つけたもの、それは生きる意味、そして死ぬに足る理由。空前のスケールで描かれる超歴史スペクタクル水滸伝を見逃すな。今から千年前、汚職や不正がはびこる困窮の世の中、そこには世間から弾き出された男たちがいた。彼らはそれぞれの戦いを経て自然の要塞梁山泊に集結する。吉日の今日、天に誓おう。この地に集結せし我ら同志一同、梁山泊の精神を必ずや国中に広げん。やがて108人の英傑たちが集い、悪徳管理を打倒し国を救うことを目指すようになる。いざ行かん。世の中からはみ出した男たちが見つけたもの、それは生きる意味であり死ぬに足る理由であった。人はそれを志と呼ぶ。魂が人を、国を、そして天を動かす。水滸伝。